今日はですね、命はなぜ尊いと言えるのかということについてね、お話しさせてもらいたいと思います。私はね、小さい時は仏教のご縁にあっておりませんでしたので、それでも、命っていうものは大事なんだよということはね、やっぱり小さい時から、聞かされておりましたね。命というものは、地球よりもね、重いんだとかね、そんなことも聞いたことがありますね。で、それからまあ、しばらくだんだんね、大きくなってきますとね、私が生まれてくるにはね、お母さんは大変な苦労をしたんだ。例えばですね、そういうことをまあ、学びましたね。お母さんが一生懸命私を育んでくださって、で、産むっていうことは大変なことなんやっていうこととかですね。で、それからですね、今度まあ大きくなってきますと、まあいろんなね、まあ命、お恵みね、ご飯を食べたり、いろんな人のおかげをいただいて、私は生きているね。だから命は尊いんだとかね、命は自分のものではないんだとかね、そういうことを、学んできましたね。でも、仏教ではね、それをどういうふうに考えるかということをね、考えてみたいと思うんです。この間も、ご紹介したんですが、今日もですね、この私の恩師であります、龍谷大学で哲学を教えておられた松尾先生ですね。松尾信明先生という先生の、仏教は何を問題としているかというね、本があるんですが、その中にね、私たちの命ということについて、書いてあったわけなんですね。で、どうして尊いと言えるのかということですね。で、私たちの命、仏教ではですね、仏様の無量寿の命をいただいて生きているというふうにね、言われるのを聞いたことがあるかと思います。仏様の命をね、いただいているんです。ね、それはね、あ、そっか、仏様の命なんやな、こう、ありがたいなとね、こう、さらっとね、言えることではないわけなんです。どういうことなんかということをね、書いてございます、ここにね。仏様の命をいただいてきたということをですね、聖典にね、このように書いているところがあるんですね。看護登録と申しまして、無量寿経釈、無量寿経の講義ですね。なんと1190年のね、2月に東大寺でなされた説法というものがね、あるわけなんです。これは浄土真宗の真宗小論ですね、4巻の方に出ております。これはね、仏様がどのように私たちに命をくださったかということが、書いてあるんですね。ちょっと怖い感じなんですけれども、現代語訳はね、ありますので、ちょっと読ませていただきたいと思います。阿弥陀如来が法蔵菩薩として修行なさっていたとき、限りない功にわたって布施の修行をなさいました。長いこと修行してくださったということですね。経典によりますと、血を飲む生き物がいて、菩薩の体の生きた血を求めましたので、それをお与えになり、その量は次第海水のようにもなりました。まあ、広い広い海ほどのね、血を流させたということなんですね。肉を食らう生き物がいたので、菩薩の生きた体の肉を求めましたので、それをお与えになり、その量は須弥山を1000合わせたほどにもなりました。この須弥山っていうのはね、仏教の世界観で、この世の中の真ん中にね、大きな山が立っているというね、そういう例えがあるんですが、それを1000合わせたほどにね、肉をね、食らったということなんです。そればかりか、施された舌、このベロですね。舌は大鉄地線ほどの量にもなり、これも大きな山のことなんです。山ほど、山と積まれるこの舌を施された。与えられた耳は、耳ですね。10ダラセンほどの量にもなりました。これも10ダラセンという山なんですね。山ほどの量になったということなんです。ある時は大きな肉となって生き物たちに貪られ、ある時は大きな魚となってその身を生き物たちにお与えになりました。これによって菩薩の慈悲の深さを知るべきです。これによって生き物たちの貪欲の激しさを知るべきです。血をすすり肉を食らう生き物たちは情け容赦なく利他の菩薩の皮膚を破ったのです。むさぼりくらい味に溺れる凡夫は遠慮なく菩薩の慈悲の肉を食らったのです。このようにして一項二項だけでなく、調査用法の間、菩薩は四大海水ほどの血を流され、千の須弥千ほどの肉を失われました。山が千ほどの肉を失われ、そして大きな海水ほどの血を流されたということなんですね。私たちがね、仏様の命を生きているということは、このようなことなんだよというね、講義が、聖典の中にね、あるわけなんですね。このことをね、私たちはね、よくよく聞かせてもらう必要があるな、そこまでしてですね、どうして私が生かされているのか。このむさぼりくらってきたっていうのは私のことなんですね。それでも、どうして私たちのね、命が尊いと言えるのか。こんなことをしてなんで尊いと言われるのかっていうとですね、それは、そうやった仏様のお徳をいただいてですね、こんなにひどいことをした私たちに、それでもね、仏様になる可能性があるんですね。阿弥陀様のお話を聞かせていただいて、信心をいただくことができたら、こんな私でも仏になることができる。そういうね、可能性があるから、私たちは尊い。この命は尊いと言われるんです。ですから、そこに目を向けずにね、ただこの世を生きているのでは、とても尊いとはね、言えないということなんですね。この、大変ね、重い聖典の言葉でございましたけれども、深くね、受け止めて、いただきたいなと思います。